サミュエル・クーパーによるオリバー・クロムウェルの未完成肖像画。未完成作品とは、すなわち完成していない創作作品である。作者が何らかの意図で終わらせないことを選んだものや、作者の死などの不可抗力によって完成できなかったものがある。未完成作品は、完成していたらどうなっていたかという考察の対象になることが多く。 また他人が完成させたり遺作として発表されたりすることもある。未完成作品という用語はいずれ完成されるであろう。進行中の作品にも使われるが、制作が終わったにもかかわらず完全な形になっていない。不完全作品とは区別される。作品が完成しなかった理由には様々なものがある。作者が死亡すると、 作品制作は通常中断される。役者や肖像画に描かれる人物など、作品に複数の人々が関わる場合はその人物が制作に関われなくなったために中断される場合もある。あまりにも壮大で完成させることができない場合もあれば、他の条件は整っているにも関わらず作者が気に入らなかったために中断することもある。有名な作者による、 未完成作品が、制作が中断された時点の状態で公開されることもあれば、他の作者によってその作品が完成されることもある。ドナテッロのノンフィニートの技法のように、未完成のように見えるが、実際は完成しているという場合もある。フランツカフカの未完成校は、破棄してほしいという本人の意向に背いて発表された、有名作家も多く未完成作品を残しており、 その作品が未完成のまま、あるいは他人の手で完成されて死後に発表されることがある。作家が死亡した後、残された作品を管理するのは遺言執行者の仕事である。未完成の作品をどうするかは明確な説明がなければ遺言執行者の判断に委ねられることになる。これによって作品がもともと意図されていなかった扱われ方をすることもある。 例えば、フランツカフカの未完成作品が破棄してほしいというカフカの意思にもかかわらず、マックス・ブロートによって発表されたことがこれにあたる。これらの作品は西洋文学において一つの象徴となった。また、ヘミングウェイの未完成小説の一部が死後に発表された際は議論の的となった。数点の作品がヘミングウェイの親類や、 出版社の判断を仰ぐことなく公表されてしまったというのである。例えば、1968年に、チャールズ・スクリブナーズ・サンズによって、ヘミングウェイの遺作、エデンの園が公開されたが、この版は、ヘミングウェイの原文に修正は加えなかったとはいえ、原点の走行を大幅に削ってしまっていた。マーク・トウェインは、20年をかけて、不思議な少年の3つのバージョンを書いているが、 いずれも完成させていない。作者が繰り返し書き直しを続けたために小説が未完成に終わることもある。素材が十分に揃っている場合、原作者以外の人物が複数の装甲から完成したストーリーを創作し、作品を修正、編集することがある。マーク・トウェインの不思議な少年は20年の間に3つの異なるバージョンで執筆されたが、 そのどれも完成していなかった。トウェインの電気作家、文学者、アルバート・ビゲロー・ペインはこれらのストーリーをまとめて、トウェインの死から6年後に、ペイン版の、不思議な少年を発表した。同様に、ジョン・ロナルド・ロー・エル・トールキンは、シルマリルの物語を繰り返し書き直したが、ジョンの死亡時点でまとまった、決定校はなく、 いくつかの賞は極めて断片的であった。ジョンの息子、クリストファ・トールキンは、ファンタジー作家ガイ、ゲイブリエル・系の協力を得て、作品の数箇所を再構築し、1977年に最終稿を発表することができた。1980年、クリストファは、ジョンの未完成作品のコレクションを、新たに、終わらざりし物語のタイトルで公表した。 1982年から1996年にかけて、クリストファは12巻の中津国の歴史を発表した。これは未完成、中途走行のかなりの部分にあたる。2007年、クリストファは、ジョンの走行をもとにした、フーリンの子供たちを発表した。シルマリルの物語と同様、クリストファは、様々な未完成走行から、 風ンの子供たちを編集している。プロジェクトのサイズが原因となって文学作品が完成しないという場合もある。ジェフリー・チョーサーはカンタベリー物語もともと意図していた膨大な分量まで書き切ることができなかった。しかしチョーサーはカンタベリー物語のかなりの部分を生前に書き上げており、またカンタベリー物語は 未完成であるにもかかわらず、名作として評価されている。イングランドの詩人エドマンド・スペンサーは、作品、妖精の女王を12巻の作品として計画していた。結局、スペンサーの生前に出版されたのは6巻と、未完成ではあるのだが、それでもイングランド文学で最長の女子詩である。オノレド・バルザックは、 100編近くの連作小説、人間喜劇を執筆したが、計画していた残り48編は完成させられなかった。作者が注釈やプロットの大枠を残していたため、その後に誰かが引き継いで小説もしくは小説集を完成させることができた場合もある。フランク・ハーバートは、リューン世界についての膨大なメモを残しており、これによって、 フランクの息子のブライアン・ハーバートや SF 作家ケビン・ジェイ・アンダースンがリューンシリーズの続編を書くことにつながった。作品の中にはそれぞれ別々の時期に書かれた複数の章立てで公表されるものもあり、このため作者が続編を書くつもりの作品が完成した作品のように見えるようなケースや他の作家が自身の作品が 該当作品の一部であるかのように見せようとするケースもある。ジョージ・ゴードン・バイロンの物語し、ドン・ジュアンの最初の4点は1818 18年から1819年にかけて書かれたものだが、バイロンが1824年に死亡するまでさらに12編が執筆、発表された。様々な出版書からドン・ジュアンの続編が出版され、中には、 物語の出来事の間の物語や、鉄造された結末もあった。バイロンの死後第17編が発見されたことから、バイロンは、ドン・ジュアンを続けるつもりであったことが分かっているが、どのような続編を、どのように続けるつもりであったのかは明らかではない。それでも、ドン・ジュアンは、バイロンの最高傑作の一つとして評価されている。チャールズ・ディケンズは、死亡時に、 月間でエドウィン・ドルードの謎を執筆しており、12巻のうち6巻しか完成していなかった。タイトルの通り、エドウィン・ドルードの殺害事件にまつわるストーリーだが、完成しなかったため犯人は明らかになっていない。にもかかわらずこの作品は映画化、ミュージカル化されており、ミュージカルでは観客に対し、誰が犯人か投票してもらうという珍しい試みを行っている。 その他、未完成の文学作品にはなどがある。科学、進学、哲学トマス・アクイナスは、神秘体験の後の1273年に、進学大前の執筆を中止している、宗教文学にも未完成のものがあり、欠けている内容についての議論を引き起こした。マルコ福音書の現存する内容は、未完成であると一般に考えられている。 バーブ教の聖典であるバヤーンは聖イエドアリー・モハンマドの死亡によって未完のまま残された。バーブ自身は神が明らかにするであろうものが保管すると言っていたが他者によってテキストはすでに保管されているとする説もある。トマス・アクイナスは神学大前の執筆を1273年に中断した。この理由としてアクイナスは ミサの間に起こった神秘体験を挙げている。神学大前の神の実在に関する議論は、700年以上にわたって、キリスト教神学に影響を及ぼしている。ギリシャ哲学では、プラトンのクリティアスは、プラトンの死去により未完成になっている。計算機科学に極めて大きな影響を及ぼした、ジョン・フォン・ノイマンのエドバックに関する、報告書の第一走行は、 1946年に書かれた101ページの装甲で他の要素を追記するために省略記号やスペースを雑多に書き散らした構成になっている。ノイマンはこれを完成させなかった。完成させようとした時にはすでに第一装甲が広まり戦後の爆発的なコンピューター開発に影響を及ぼした後だったためである。第一装甲によりなされた。 プログラム内蔵の概念及び、コンピューターアーキテクチャーの論理設計の定式化は、現代のノイマン型コンピューターシステムの中でなおも有効である。様々な理由から、芸術家たちは未完成作品を残している。風景が変わってしまったり、描かれている人物が死亡してしまったりなど、題材が利用できなくなったことにより、作品が完成しないこともある。 エリザベス・シューマトフがアメリカ合衆国32代目大統領ルーズベルトを描いたフランクリン D ・ルーズベルトの未完成肖像画は1945年4月12日の昼頃に描き始められたがルーズベルトがその日のうちに亡くなったため未完成のままになっているこの他にも外部の状況によって本来完成したであろう作品を仕上げることができなくなる例もある レオナルド・ダヴィンチはグラン・タバロの馬の高さ24フィートの像に関してスケッチと模型を作っていたが、像に鋳造するための聖堂が大砲を作るために挑発されてしまったのである。1999年、ダヴィンチの資料を元にして2期の完全なサイズの像が完成した。媒体にもよるが、別の芸術家が未完成作品を損傷させることなく、 完成させるのは時に困難である。芸術家の中には、師匠の絵の完成作業を行った者も,もいる。例えば、ジュリオロマーノは、ラファエロ・サンティの、変容を、ティツィアーノ・ベチェッリオは、ジョルジョーネの、眠れるビーナスを完成させたと見られている。ベンジャミン・ウエストが描いた、1783年、パリ条約の施設団。この条約により、アメリカ独立戦争は終結した。 自国の敗北を恥じたイギリス使節団がポーズを拒否したため、この絵は完成しなかった。レオナルド・ダ・ヴィンチの未完成絵画、賢者の崇拝未完成作品そのものを完成させるのではなく、作品に刺激を受けた他の芸術家が、それぞれのバージョンを作成するという事例もよく見受けられる。ミケランジェロは、数点の未完成彫刻、絵画を残しており、そのスケッチや、 未完成絵画は他の芸術家を刺激している。注文を受けて作成される予定だった作品が完成しなかった場合、その作品は通常他の作者の手に委ねられることになる。サンドナト修道院のために描かれたレオナルド・ダヴィンチの賢者の崇拝はダヴィンチがフィレンツェからミラノへ移住した際に中止された。それでも祭壇画は必要であったため、サンドナト修道院は フィリッピーのリッピを雇って新たな祭壇画を作成させた。現在、これらの絵画は両方ともウフィツィ美術館に展示されている。通常、絵画は本格的な制作開始前にキャンバスにスケッチされる。また、彫刻作品の構想を練る際にスケッチが使用されることもよくある。有名芸術家によるこのような中途作品は完成作品と同様、 あるいはそれ以上に探し求められることになる。というのも、これらによって芸術作品の制作過程を明らかにできるためである。バロック時代の彫刻家、ジャンロレンツォ・ベルニーニはプロトタイプ彫刻を、ローヤス焼きのテラコッタで制作して、依頼者に作品の完成予測を示していた。イタリアのピエトラ・サンタにあるムセオ・デイ・ボゼッティなど、彫刻スケッチに特化したコレクションを行う。 博物館もある。ルネサンス期において、ドナテッロは石を部分的に彫刻し、像が素材の中に埋まっているような姿の、まるで未完成であるかのように見える彫刻を作っている。ドナテッロはこの技法をノンフィニートと呼び、それからも数人の芸術家が同様の技法を用いた。クラシック音楽クラシック音楽が作られた当時、録音技術は存在せず、 作曲作品は写本に綴られていた。このような写本には乱雑に書かれていたり、曲の余白に走行が書き殴られていたり、未整理の楽譜の山に入っていたりすることがしばしばある。未完成楽曲の多くは、原作者の死後数十年間未完のままだったものが、他の音楽家によって、オリジナルの走行からつなぎ合わされたものである。 未完成楽曲の最も有名な例の一つに、フランツ・シューベルトの公共曲第七番があり、この曲は一般に未完成公共曲と呼ばれることが多い。その他の例としては、モーツァルトのレクイエムがある。この曲は、モーツァルトの名作としても有名だが、制作に関わる噂や伝説でも有名である。グスタフ・マーラーの公共曲第十番は、第一、第二楽章の譜面。 走行、スケッチのみが残された未完の状態であった。この公共曲第10番には数人が保筆を行っているが、その完成度はまちまちである。デリック・クックによる実演版走行が最も有名である。バッハの風ガの技法はコントラプンクトゥス14の途中で中断している未完成の楽曲が原作者のスタイルで作られている場合。 そのスタイルに詳しい音楽家がスタイルを引き継いで楽曲を保湿することもある。18世紀中頃に発表されたヨハンゼバスティアンバッハの風画の技法はコントラプンクトゥス14の途中で中断されている。再構築楽譜は数多く書かれたが、1991年にゾルターン・ゲンツが半行フ風画の形式を用い、風画の構造に関して 大きな反響を呼んだ。エドワード・エルガーは、公共曲第3番を作曲中に死亡し、130ページのスケッチを残した。アンソニー・ペインはこのスケッチを整理し、エルガーのスタイルでオーケストレーション及び編曲を行った。ペインの再構築楽譜は繰り返し演奏され、大いに称賛された。極めて有名な20世紀のオペラも、 作者の詩により未完成のまま残されている。ジャコモ・プッチーニは、トゥーランドットの最終幕を未完成のままにしており、1926年の初演の時点で書けた部分の音楽は、フランコ・アルファーノの手によるものである。近年では、ルチアーノ・ベリオが別のエンディングを作曲している。アルバン・ベルクは、オペラ、ルルの最初の二幕のみを書き終えた1935年に、死去している。 ベルクの妻の反対にあったため、完全版が演じられたのは1979年が最初であった。最終幕の音楽は、ベルクのスケッチを元にして、フリードリ・ヒチェルハが作曲した。現代の音源録音技術は、音楽創作にとって、もはや切り離せない一部となっており、オリジナルのマスターテープとデモテープを使用して、完成している部分を集めて、 曲を構築することも可能になっている。アーティストがある歌を完成させられない場合、デモテープが公式に発表されたり、海賊版として出回る場合も多い。1990年代中頃、未だ人気を誇っていたビートルズは、すでに死亡していたジョン・レノンの未完成音源を、バンドメンバーが繋ぎ合わせて作成した、フリーアズアバードと、 リアルラブを発表した。2曲両方ともイギリスのシングルチャートでトップ5に入った。ロック音楽において極めて有名な未完成アルバムの一つにザ・ビーチ・ボーイズによる1967年のアルバムスマイルがある。スマイルは評判の高かったペットサウンズの次にあたる野心作で1966年から1967年に収録されていた。 だが、ブライアン・ウィルソンの精神状況が悪化し、バンドメンバー間の対立が激化してきたため、ビーチボーイズはアルバムに収録する予定の膨大なレコーディングを終えながらも、プロジェクトを中止した。2004年、ブライアン・ウィルソンと共同執筆者のバンダイク・パークスが、スタジオで新たに素材を録音し、完成品のソロアルバム、スマイルとしてリリースした。スタジオ作業の音源が、 アルバム完成前にインターネットに流出してしまうという目にあったアーティストもいる。システムオブ・ア・ダウンによる独創の次の2002年のアルバムの音源はタイトルが命名される前に MP3 ファイルとしてインターネットに流出してしまった。このアルバムがスティール・ディス・アルバムとして発表された際収録曲は中途音源とは全く異なったものになっており タイトルや歌詞、メロディさえも異なっていた。この変更は流出音源に対する不評をダイレクトに反映させた結果だとする見方もある。健康状態のために続けられなくなる前に作品の仕上がりを可能な限り確実にしようとするアーティストもいる。ジョニー・キャッシュは体の不調に気づき演奏は死後に完成させるものとして60以上の曲のボーカル収録を終わらせた。 これらの曲は、プロデューサーのリック・ルービンによって編集され、アメリカン・ V、アハンドレッド、ハイウェイズ及び、アメリカン・シックスとしてリリースされた。オーソン・ウェルズは、多くの未完成映画を残している。映画作品が完成せず、制作の様々な段階で、制作中止がかかる理由はいくつか考えられる。映画制作には極めて多くの人々が関わっているため、 人員の死傷によって映画が未完成に終わることは大いにあり得る事態である。映画スタッフは交代になることがあるが、それよりもシーンの多くが撮影されている俳優を別の俳優に変える方がずっと困難である。例えば、1993年の映画、ダークブラッドは主演のリバー・フェニックスが死亡したため、制作中止となった。また、 こういったトラブルにもかかわらず完成した映画もある。ブルース・リーの死亡遊戯が有名な例で、この映画の撮影中にリーが死亡し、残りはリーのそっくりさんであるキニアスシチューと当時スタントマンとして活動していたユンピョーを使って収録された。ブルース・リーの息子、ブランドン・リーも同じ運命をたどった。ブランドンは ザクロウの大部分を撮影した後に亡くなり、残ったシーンは、スタントマンのチャドスタ・ヘルスキーが演じ、リーの顔が、代役に、デジタル合成された。遅延が続いたために映画が完成しなくなることもある。1962年の映画、サムシングズ・ガット・ツー・ギブの制作経緯は、主演女優のマリリン・モンローの解雇など、困難を抱えていた。モンローは後に復帰したものの、 撮影が始まる前に死亡してしまった。制作の遅延がなければ完成していた可能性もある。オーソン・ウェルズの障害において、その未完成映画は伝説的になっている。ウェルズはドン・キホーテを数十年かけて制作しており、二人の主役が死亡したにもかかわらず、完成させられると主張していた。市民権は、 ウェルズの意図通りに公開された数少ない映画の一つである。ウェルズの他の映画は、ほとんどが未完成に終わったか、映画会社によって変更が加えられている。ウェルズは1985年10月10日に死亡した時点で、ザ・ーザー・サイド・オブ・ザ・ウィンドとザ・ドリーマーズの2作を制作中で、後者は完成間近であった。ありがとうございます。